1月16日、山梨県甲府市で中央日本4県サミットが開催されました。このサミットは日本の中央に位置する静岡、長野、新潟、山梨の4県が共通課題などについて議論し連携を図ることを目的に平成26年度から開催しています。今回は山岳の自然環境の維持、保全と山岳観光の振興をテーマに各県知事が取り組みや対策を説明し、4県の連携に向けて意見交換を行いました。川勝知事は、2020年東京オリンピックパラリンピックの自転車競技が伊豆市にございます、エルドロームでございますけれども、そこでいかがかとか決まりました。そこをサイクルスポーツの聖地として、準備をしているところであります。サイクリング、カヤック、トレッキングなどアウトドアスポーツを活用した有料施策を展開しております。それも4県の連携でアウトドアスポーツを活用した山岳観光等の情報共有等々の形に取り組みたいと思います。と、アウトドアスポーツを活用した観光振興などの分野で4県の連携をさらに強化し、フォッサマグナ山岳県連合として全国に発信することなどを提案しました。各県知事は、リニア中央新幹線や中部横断自動車道などの交通ネットワークを活かした交流促進、海外への情報発信や冬山登山の安全対策の徹底を進める考えで一致しました。サミット後の共同記者会見で川勝知事は、ご当地の方からですね、X3 という、名称コンセプトを出していただきまして、水っていうのが山の恵みである、これは、また生命の、元でございますので、これがさまざまな植物、あるいは動物をですね、育むということでありますが、それがまた食材になるのでですね、水でこう、連携を務めていくと、観光プロモーションが食のプロモーションにもつながるんだろうと述べ、来年度静岡県で開催される本サミットにおける4県連携の強化に意欲を示しました。今後、中央日本で名だたる山岳を擁する4県の連携が一層強固なものになることが期待されます。